美味しそうなお魚でございます。いっぱい入ってきましたで、ね、カツオのたたきにこれがハマチ、これがマグロやね、マグロにこれがサーモン、めちゃくちゃ美味しそうな、いただいていきましょうよ。いやー久しぶりにさ、さっきちょっと新世界おって、新世界から今梅田、あの一駅やから電車で行くかなみたいな歩いてんねんけども、こういう雰囲気ええー、と思えへん、こういう風情があるようなところ、ここをちょっと歩いていっておりますんで、今天王寺に向かっております。こういうさ風情がある通りええでしょ、こういうところね通って通天閣からね天王寺まで歩いていけるからええんすよね。いやーぼちぼち歩いていたか、頑張って。今ちょっと坂登ってきたとこやんけど、大阪とかやってなんかこういう公園があって、これ天守場なんですよ。天守場の上にハルカス出てきましたね。言うで天王寺すぐそこなんで、これマスクやってるからめちゃくちゃ息苦しいね。ちょっと天王寺までもうちょっと頑張ります。皆さんのんびり過ごしてるこの平和な天守場公園、天守場公園からずーっと見るハルカス、のどかでええもんやね。これほら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 、そびえ立つタワーやで。ということでやってきました、天王寺で安倍のハルカスでございます。ということでちょっとこの天王寺この辺は探索するんで早速行ってみよう。ということで、まあ、暑いからちょっと地下降りてきた、ここ安倍地下、安倍地下うろうろしてんだけど、この安倍地下も最近来てなかったな。なんかええお店ある？あ、これなんか安そうなお店、これ居酒屋さん、おかちょうさんいうので、これ見て。ということで海鮮酒場おかちょうさん、なかなか良さげやない？これ見て見て、大瓶のビールが390円、おまけに生ビール290円、大でも460円で、こんな感じで、こっちにメニューがあんねんけれども、このお造りがまた安いねよ。煮てマグロの造り390円やからね。でこっちに丼物もあって、でこっち側に海鮮物もあって、こんな感じですよね。これ居酒屋さんやね、完全なね。でこんな感じになっております。いうことでちょっとここお課長さん、ちょっとここ行ってみようよ。すいません、そしたらお邪魔します。どうぞ。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。やってきました。モルツ290円で。いっときましょう。いただきます。ああ、うまいな。すみません、お母さんがご種盛りです。あ、これご種盛り？はい。ごっつい入ってるやん。そうなんですよ。めちゃめちゃすごいやんか、これ。ご種盛りっていうからさ、もうちょっと小さいお皿で来るから、また結構大きいお皿で来ました。美味しそうなお魚でございます。いっぱい入ってきましたで、ね、カツオのたたきにこれがハマチ、これがマグロやね、マグロにこれがサーモン、めちゃくちゃ美味しそうやな。いただいていきましょうよ。まずはほんなこのサーモン、これがいく？サーモンね、結構厚切りやね。これサーモンにわさびをこっち持ってきて、こんな格好でいただきましょうか。いただきます。分厚い、あの、大津自身は小さいんだけど厚みがあるからめちゃくちゃ食べやすい。これ、ご種盛り、お店の人も言ってたけどめちゃくちゃおすすめらしいじゃないですか。これ、私 もおすすめや。あ、いつ来ても290円のええやんか。あの、でもさ、中のサイズは一緒やねんて、モルツとプレミアムモルツで、台になったらなんかちょっと値段が変わるとか言ったけど、なんでか分からへんけどな、それは分からへんけど、とりあえず台になったら、あの、ぬるなるから、ぬるなるから、中央頼む方がいいから、中で行ってみます。ここほんまお刺身新鮮、めちゃくちゃ美味しい。ハマチ、ハマチもこの大葉と一緒に行ったの、この苦味の効いた大葉、これ美味しいよね。で、これにわさびをね、チャラッとこう置いて、これこれこれでいただきますわ。ここ、おかちょうさん、あの、何回もさっきも出たわ、店員さんも言ったけど、お魚が、あの、売りなんやて。だからここ来て、たまたま僕今、お作りになるんだけれども、いろんなメニューあんねん、居酒屋さんやから、先にでもね。でも、あの、お魚は絶対食べてくださいねって言ってたから、これはうまい、ほんまにうまいわ、ビール。
うまいな。続きましてどれいく？これカツオやな。このカツオ、これ分厚いぞ結構。この分厚いカツオ、ちょ、これいただこう。いただきます。トロッとしてて食べやすい。うまいな。で、このタイ、タイとこの大葉、タイと大葉を一緒に炒め、タイに大葉をつけて、タイと大葉でこんな感じで巻いてみる。うん、うん、最近この大葉の苦味、これ癖なの。うまいわ。これおっさんだったら上手なのかな。あの女性の方はどうですか。オーバーハンマーたらて、あの苦味うまなってくんのかな。うますいません、おかわりお願いします。見てよこの美味しそうなスタミナホルモン焼き。これやっぱりね、お肉とビールは離されへんもんな。たまりませんな。ではでは、スタミナホルモン焼きいっときましょう。これがホルモンやな。ホルモンともやし、ホルモンともやしの組み合わせ最強やな。いっときましょう。ホルモンともやしはたまらんよね。いっときましょう。あっ、うん、これラブラブなのホルモンともやしたまらんわ。ほんまに俗に言う、そうやな、あの野菜炒めを、野菜炒めの味、要するにそのそんなに濃い味やなしに、あの基本は塩コショウ、塩コショウに野菜の甘みが入ってて、ホルモンの甘みが入ってるから、だからそんなに特別な味付けはしない。でもホルモンのこのコリコリ食感、コリコリ言うたかって、まあ、そうやな、いつものちょっとしたコリコリよな。コリコリにもやしのシャキシャキ、これがな、もう390円ですよ。うまいね。ウィレビール、うまいわ。私大好きなアジのフライなんですよね。アジのフライにタルタルソース、これがたまらんのよね。ではまずこのタルタルソース、タルタルソースをアジの上に乗せる。アジの上にこう乗せて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 あげる、なんのこっちゃ。ということでアジのフライ、私これ好きなんよ。いただきましょうよ。ではでは、大好きなアジフライいっときましょう。アジフライでございます。いや、これ好きやね。サクサク。これあのさ、弁当なんかに入ってるアジフライ、あの昼間さ、ランチとかで、ね、スーパーマナエさんよく行くやんか。スーパーマナエさんのね、おっきいアジフライってことやるから、アジフライ絶対買ってまうもん。すっげえねこれ、うん、周りサクサク、中ほぐれてくるから。これでもアジってさ、どうだよ、ちょっとあの軽くかじるだけでコロッとほじれるやん。あのほじれるやん、ほぐれるやんか。これがうまいな。でまたタルタルソースの相性抜群。うまいわい。これでもスタミナホルモンのもやし、もやしってええよな。もやし、あのお金のない時にもやし炒めでもよう作ったもん。うん、まぐる、今ホルモンなかったけど、もやし炒めて焼肉のタレ入れるだけでもうそれで豪勢な料理になるやん。もうそれだけで飯いけるやんか。そういう生活を私やってました。大昔、あのもやしだけはほんま助かったな。安いねんな。あーうまいわ。いうことで、もうなんやかんや終盤や。アジのフライ、アジのフライ、ちょ、ごめんな、かじってるからちょっと近くまで持っていかないから、アジのフライ、うん、これ尻尾やから、サクサクなアジフライ、うまいわ。いや今日はでも、いつもさ、焼肉買ってんやから、ちょっと肉外そうかな思ったんやけど、あの魚でいったんやけど、やっぱりみんなホルモン頼んでもたな。でもここ岡町さん、あの
魚はめちゃ、魚はっていうかあのお店 の, あの看板娘さんが言うてはったようにお魚がめちゃくちゃ売りやん。まあ、その他もこのスタミナホルモンも、390円、美味しかったんやけれども、やっぱりね魚美味しいで、アジのフライもね分厚い、うまかった。ビールいやー、そこで今日の晩酌も大満足でございます。ということでごちそうさまでした。ということで、お課長さん初めて来たけれども、ここお魚めちゃくちゃおすすめやし、ほいで他のタンビもめちゃくちゃ安い。あのね、気ぃ付けへんかったんやけど、安倍地下のね隅っこっていうのちょっとこう端っこの方であるからちょっと気ぃ付けへんかったんやけど、ここお課長さんおすすめなんで、またよかったら来てみてください。ということで本日も長々のご視聴ありがとうございました。ということで次回の動画もお楽しみに。さよなら、バイバイ。